Figma プラグインのダークモードマジックを使えば、デザインをワンクリックでダークモード UI に変換可能です。ダークモードマジック。リソースからダークモードマジックを検索、起動。切り替えたいデザインファイルやフレームを開いてプラグインを走らせるだけです。ちなみにこの背景のようにグラデーションだとうまく機能しないので、基本は単色のデザインに適用しましょう。